コリオ 83R ウィーン写本、ビンドボネンシスは古代ローマの医師、ディオスコリデスによる本草書、薬物史のギリシャ語の写本である。西ローマ帝国の巫女であった貴婦人、アニキア、ユリアナに捧げるために512年から520年のいずれかの年にコンスタンティノープルで作成された。現在ウィーンのオーストリア国立図書館に収蔵されている。 所在地のウィーンにちなんで、ウィーンシャホン、ビンドボネンシスと呼ばれる。また、生まれた場所から、ディオスクリデス・コンスタンティノポリタヌス、コンスタンティノポリタヌスシャホン、コンスタンティノープルシャホンとも呼ばれ、簡単に、シーホンと言いならわされている。検定者の名を冠し、アニキアユリアナシャホンとも称される。現在、ギリシア医学写本1という図書番号を持つ。 重要かつ貴重な古代末期のギリシャ語の写本で、現在は491枚の陽皮紙製のフォリオからなる。そのうち、現存する古いフォリオは481枚である。その古さと、素材、度重なる仕様から、保存状態は良いとは言えず、何度も修復されている。素晴らしい大文字体で書かれ、多くの採取地図が収められている。には、古代ギリシャの 本蔵化クラテウアスの植物画をコピーした図のように、写実的、立体的な美しい図と図式的、平面的な図があり、これには、呪術的なものも含まれる。内容は、ディオスコリデスの薬物詞をアルファベット順に並べ替えたものに、他の人物の象徴が取り入れられている。ウィーンホ本には、合理的であった元々の薬物詞とは、対照的に、呪術的、 異教的な内容も見られる。植物のアラビア名、ラテン名、ギリシア名、ペルシア名が書き込まれており、他にも多様な言語で多くの書き込みがある。9世紀にわたって失われていたが、15世紀前半に表舞台に現れ、コンスタンティノープルのプロドモス修道院の修道士によって製本し直された。オスマン帝国皇帝スレイマン2世の G であったユダヤ人。 モーセ・ハモンのものであったが、神聖ローマ帝国皇帝フェルディナントによってオスマン帝国に派遣された大使で、本造家のオージェギースランドブスベックがウィーン写本を見つけ、ハモンの息子からブスベックの仲介で、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン二世に売却された。これにより、1569年にウィーンの宮廷図書館にもたらされた。新聖ローマ皇帝の G で、 王室者編参家の j サンブクスや植物学者、レンベルト・ドドエンス、カロルスクルシウスらの関心を集めた。コリオ 3V。薬物史の写本であるにもかかわらず、中央にガレノスが配されている。右上段がディオスコリです。宇宙段にカンドロス、右下段エフェソスのルフォス、左上段、クラテウアス、左中段アレクサンドリアのアポロニオスミウス、左下段アンドレアス。 ギリシャ7賢人にあやかって7人となっている。ホリオ 4V、ディオスコリです。女性が人型のマンドレークを持っている。足元に犬。当時はマンドレークの悲鳴でショック死すると考えたため、犬に抜かせた。ウィーンシャフォンが捧げられたアニキアユリアナは、西ローマ帝国の富裕な名門アニキア家の出身で、7ヶ月だけ、西ローマ帝国皇帝であったアニキウスオリュブリウスと、 西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス3世の娘、プラキディアの間に生まれた。高等の女性であり、西ローマ王女であった。東ローマ帝国の名門出身の政治家、アレオビンデスと結婚し、西ローマ帝国滅亡後も、裕福な女性パトロンとして、ビザンティン美術、ビザンティン建築の歴史に名を残した。アニキアユリアナは512年か513年に、 コンスタンティノープル市のホノラタイエ地区に聖マリア教会を寄進した。同地区の市民たちは感謝の印として彼女にウィンシャフォンを検定した。当時、一般に微細な彩色植物需用に対する関心が高まっており、特に高貴な婦人たちに薬用植物の愛好者が多かった。明治薬科大学の大月真一郎は、ウィンシャフォンは、 一定の美しい大文字体の様式と絵の具、その他から一つのアトリエで作られたという見解を示している。薬物誌の写本は本来の形を再現した五感本のものと各項目をアルファベット順に並べ直したアルファベティクスがあり、ウィーン写本はアルファベティクスの系統に属する。アルファベティクスは元のものと順序だけでなく文脈も異なっており、 おそらく三世紀初めに作られた。ウィーン写本は有名な写本であるナポリ写本と同じ原本から作られたと考えられている。原本自体が存在に書き上げられたものであるため、ウィーン写本とナポリ写本のどちらが写本として優れているかは判別しがたい。羊皮紙製でフォリオの形はほぼ正方形であり、491枚からなる。 現存する古いホリオは全部で481枚である。原本は546枚であり、65枚が失われた。ホリオの素材は、ヤギやコウシ、その胎児の皮の羊皮脂である。古さと素材、インクによる腐食、度重なる仕様で、痛みが激しく、何度も修繕された。元々の薬物紙に植物図は存在しないが、ウィーン社本には、 多くの図が収められている。薬物史のアルファベティクスに、クラテウアスの植物図やパンフィロスの植物の異名が混成され、他の人物の象徴が取り入れられている。構成は次の通りである。以上が薬物学的内容のグループで、この前に12枚、後ろに6枚のホリオがある。植物図はすべて手本となった模範図があり、それを模写したものだと考えられている。 大文字で書かれた旧インデックスの植物図は立体的、写実的であり、植物の美しさが鮮やかな色彩で表現されている。うち11の図はクラテウアスの植物図を模倣したものである。小文字で書かれた新しいインデックスのものは平面的、図式的であり、写実性に乏しく、彩色も単調で精細がない。これは画家の技量の問題だけでなく、 模範図自体が、旧インデックスの図の手本になったものより、かなり劣っていたとも考えられる。鳥と鳥捕獲についての歌に対する解説には、鷹など様々な鳥の絵が添えられている。ありがとうございます。